はい、次に型を行うにあたり立ち方の基本を行います。まず前屈立ち、それでは平足に構えていただいて、はい、腰をしっかり落として膝を曲げます。はい、前に1、はい、挙動、はい、2、はい、ね、つま先を立てないで床と足の裏が平行に進んで戻る時も平行に戻します。はい、もう一度前に1、はい、挙動、はい、2、挙動で、はい、はい、後ろに3、はい、戻って4、はい、はい、もう一度かかとから下げます。そしてかかとを上げないで下げるということが大事ですね。床と足の裏があくまでも平行に引きつけて戻します。はい、もう一度1、2、はい、次に横に移動します。その際に右足首をしっかり左方向に向けます。はい、1、はい、戻って、はい、2、はい、はい、戻って、はい、はい、その際に腰の回転をスムーズに行ってください。はい、1、はい、戻って、はい、2、はい、はい、戻って、はい、この際に落ちりやすい欠点は、はい、左に、はい、この足がこういうふうに残っている状態ですね。これはよくありません。はい、必ず、はい、もう一度足首を、はい、方向に向けてあげてください。はい、戻ります。はい、反対3、そうですね、はい、戻って、はい、次に後ろに回転します。はい、1、はい、この際も、軸足、はい、後ろにちょっと開いて、こういうのようにならないように、はい、足首をしっかり締めて、はい、はい、戻って、はい、2、はい、戻って、はい、3、はい、戻って、はい、4、はい、戻って、はい、はい、戻って、はい、この時にですね、後ろの膝の伸ばすタイミングが遅れないように、あるいは前足がついてから後ろの膝が伸びないように、タイミングが全て一致する状態に、後ろの膝の伸ばしと前足の曲げる位置がピタッと決まるように運足を使ってください。はい、ちょっともう一回、じゃあ向こうの方を見て、はい、もう一度、はい、はい、1、そうですね、伸ばすタイミングが膝の曲げる位置と同時に、はい、タイミング同時に3、ちょっと、はい、4、5、6、はい、やめ、それではその場の基本を行います。はい、用意、はい、下段バレー構えて、はい、逆突きをついて、はい、はい、縦指導で構えます。はい、1、はい、強く、はい、2、3、4、5、6、1、はい、次には縦指導で
しっかり決めてください。1、2、3、4、5、6、はい、その時にいいですか、引くコース、はい、突きコース、まっすぐについてください、そして、はい、構えました。1、はい、引き手の手がこう回らないように、あるいはお腹に当てて引かないようにしてください。まっすぐに引いて突き出します。はい、これをしっかり頭に入れて行ってください。はい、次に、はい、上段ついて、はい、1、中段2、はい、二挙動、3、四、五、六、一、八、はい、引くときも、ここに当てて、お腹に当てて引かないようにですね。まっすぐに引きながら、脇を絞って引き手に構えます。はい、逆突きついて、はい、はい、挙動で、一、5、はい、次に足をスイッチしながら逆突きを行います。はい、1、はい、足のタイミング、決まるタイミングと突きのタイミングは同時に行ってください。2、はい、足の交差はクロスする感じですね。要するに X 字を描くようなイメージで、縦に上下に交差をしないように引きつけながら前屈に構えながら突きます。はい、3、はい、そのイメージで、はい、四、五、六、七、八、九、十、はい、やめ。はい、次に蹴りを行います。はい、下段払い構えて、はい、前蹴り、はい、1、はい、ゆっくり蹴るときもですね、一つの流れで下ろします。したがってよく引き足を取りながらというイメージでゆっくり下ろす人もいますが、一挙動でやる場合は必ず蹴る動作と引く動作が同じリズムで行うと良いでしょう。はい、2、3、はい、挙動で、四、五、六、はい、次に横に蹴込みます。はい、1、はい、ちょっと止めていただいて、はい、必ず足首はかかとが上です。指先を上げながら上半身は蹴り足と体の線がまっすぐに、よくこのようにして曲がって蹴る人がいますが、これはよくありません。はい、腰をしっかり入れながら上半身と蹴り足がまっすぐの線ですね。ちょっとカメラの方に向いて、はい、よろしいですか。はい、ちょっと悪い例は、はい、このような形になる人がいます。これはよくありませんね。はい、体をまっすぐにして蹴り足とお尻の線がまっすぐに蹴ります。これが一番いい形になりますね。はい、はい、そのようにして、はい、下ろします。はい、下に下ろしてください。はい、もう一度横蹴り、はい、1、はい、はい、下ろして、はい、一挙動、2、3、こうですね。はい、四、ゴッ、はい、はい、回し蹴り、はい、1、腰を回転しながら足首をしっかり締めながら、この時に上に向けないようにですね、はい、足首を締めていただいて、はい、このまま腰の回転、引き足を取りながら下ろします。はい、一挙動でゆっくり、はい、2、
そうですね。この時に軸足がスムーズに回転します。はい、3、そうです、4、はい、早く5、6、はい、これを前蹴り、横蹴り、回し蹴り、はい、1、はい、横蹴込み、2、3、回し蹴り、はい、これを繰り返します。4、5、6、7、8、9、はい、このようにしてですね、股関節の使い方を、一定の前蹴りだけに終わらないで、前蹴りを蹴りました、はい、1蹴りました、これは前の膝の使い方、上げ方、はい、次に横蹴込み、はい、2、横に、はい、腰を、はい、はい、2、ぐーっと、はい、蹴って、はい、横に腰を伸ばします。はい、そして戻すっていう感じでですね、横に股関節を広げながら技を使うという形ですね。はい、次に回し蹴り、はい、3、腰を回転させる、腰をぐっと回転させて蹴るという形の使い方、前蹴りだけに終わらないで前の膝の使い方、横の使い方、ひねる使い方、この練習をすることによって股関節が柔らかくなります。はい、やめ。それではその場基本の応用を行います。それでは用意、はい、下段バレ構えて、はい、縦四方で一方で構えてください。はい、よろしいですか。はい、逆突きの、連続を行います。1の号令で2回突きます。はい、1、はい、その時に、はい、十分に腰を入れながら、入れた反動で戻してまた突きを行うということでよろしいですか。はい、もう一度、はい、2、はい、抜きを早く、入れた瞬間抜きを早くイメージして、はい、3、はい、で今は力抜いた形を、はい、崩さないようにしてください。はい、次に3回行います。はい、1、はい、力が抜けないとなかなかスムーズにはつきません。いかに抜きを早く構えて入れるかというところに、この練習の効果があると思います。そして腰の回転ですね、はい、ちょっと横向いていただいて、あとで直っていいですよ。はい、入れました。はい、腰を入れた、はい、戻す、入れた、戻す、これを大きく使ってください。はい、いいですか。はい、3回、はい、はい、この時に軸足、前足と後ろ足の、はい、足首動かさない。はい、2、こうですね。はい、3、はい、やめ。はい、はい、次に、はい、ちょっと下がっていただいて、はい、下段払い構えて、はい、逆突きをつきます。はい、後ろに、はい、体重、猫足、はい、上段上げ受け、はい、まあ、この形になりながら後ろの足を十分に使いながら腰の押し出しと回転を使い、上半身の力を使って逆突き、はい、2、そうですね、はい、このタイミングは、はい、ちょっと横向いていただいて、はい、いいですか。はい、1、はい、
この後ろ足十分に溜めた力を、はい、2位で、はい、そうですね、腰を十分に入れながら最後はこの背筋の力を使って突きに持っていきます。はい、もう一度、はいはい、2、はい、3、10、5、はい、やめ。それでは移動基本を行います。よーい、下段バレー構えて、はい、まず最初に追い突きを行います。1、手足同時ということですからタイミングを合わせてください。合わないでつかないようにしてくださいね。はい、2、3、はい、下がります。下がるときはですね、特に注意していただきたいのは、はい、後ろの足がかかとが上がって、はい、下がる、はい、あるいは、はい、ずらして下がる、このような下がり方を しないでください。直接かかとに重心を乗せながら、はい、下がりながらつきます。はい、よろしいですか。はい、はい、下がります。1、2、3、はい、それでは上段の上げ受け逆突き、1、はい、しっかり半身を取りながら、そして引き手を大きく使って、はい、逆突き、よろしいですか。はい、2、3、はい、下がります。下がるタイミングとして、はい、1、この手が、はい、足を引きつけながら、はい、この添え手をしっかり使ってください。引き手の位置で、はい、という形になります。はい、1、2、3、はい、前に中段の外受け、1、はい、もう一度構えていただいて、はい、構えた時の位置ですね、こう低くならないように、はい、肩と肘の高さが一緒ですね。はい、十分にスナップの回転を使いながら、はい、逆突き、はい、2、3、下がります。1、下がる位置の構えがこうならないようにですね。はい、いいですか。はい、2、3、はい、中段の内受け、はい、まずゆっくりしていただいて、はい、1、はい、この位置ですね、はい、十分に深く構えながら、はい、腰の回転を使って、はい、受けます。はい、逆突き、はい、もう一度、はい、1、はい、構えながら、はい、はい、この時に肘が出ないようにしてくださいね。脇腹の線から肘が出ない、肘を締めて拳は外、はい、この形をしっかり守ってください。はい、2、はい、逆突き、はい、前に早く、1、はい、下がります。1、肘をしっかり絞って受けます。2、3、次に後屈一受けを行います。はい、構えて、はい、
肘と指頭のラインがなるべくまっすぐに構えてください。はい、ゆっくり構えます。引きつけ合いながら、ももを引きつけ合いながら構える動作が同時です。はい、2、親指をしっかり張ってくださいね。はい、早く2、3、はい、下がりながら、はい、1、はい、2、はい、早く構えて3、4、はい、つま先をしっかりまっすぐに向けてくださいね。行きましょうね。膝頭とつま先がまっすぐに向けてください。はい、下段払い構えて、はい、前蹴りいきます。1、もう足の音を立てないということが原則です。音を立てるときのは踏み込みだけですから、基本的に蹴っても速やかに下ろすというのが原則です。はい、2、3、そうですね。はい、下がりながら蹴ります。その時には一旦下がって前屈になって前蹴りしてください。1、速やかに下ろすということはかかとからさっと下ろすということですから、こう立てて下ろさないということですね。足の裏全体を下ろします。2、そうです。3、はい、はい、元の位置に戻って、はい、下段払い構えて、はい、前蹴り追い突き、前蹴り追い突き、下段払いから前蹴り追い突き、1、はい、下ろすタイミングと突くタイミングは同時です。2、3、はい、逆突きをついてください。はい、いいですか。逆突きをついて前蹴り、1、2、3、はい、順に構えて、横を蹴込み、1、できるだけ、はい、遠くに蹴ります。はい、ぐーっと腰を入れ込んで遠くに蹴って、素早く抱え込みながら下ろします。で、その時にはしっかりした前屈立ちで立ってください。はい、2、腰をしっかり入れ込んで蹴ってください。3、はい、回ってください。はい、蹴り終わった後の立ち方が大切なんですね。したがって、はい、蹴って、はい、ぐっと蹴って下ろした時の、はい、この姿勢ですね。はい、戻ってください。蹴って逆突き、1、蹴って逆突き、はい、ついて、はい、ついた後構えてください。はい、このままね、はい、自然に治りながら蹴って逆突きでつきます。2、そうですね、はい、この形ですね。はい、3、はい、下段バレー構えて、はい、際立ちで、はい、構えます。はい、横を蹴上げ、はい、この時には交差をしっかり、ね、こう寝かさない、立てるということですね。交差立ちをしながら蹴上げ、1、でその後に蹴った後ですね、立ち方が崩れないように、はい、2、
ですね、蹴っている最中の姿勢もですね崩さないで、この姿勢の形からはいスーッと守って、背筋腹筋を締めながら、はい、そしてはい引き足を取りながら下ろします。はい、戻って、はい3、はい、はい回って1、2、3、はい回って、はい蹴込み1、はい2、3、はい回って1、2、3、はい直って、はい次に、はい前屈を構えて、はいもうちょっと下がってください。はいこの辺から蹴上げ蹴込み、はいこの形で蹴上げで止まってください。はい1、はいこの時にしっかり上半身をまっすぐにして、はい その後腰の力を持って蹴込みに2で下ろします。はいバランスと引き足の取り方ですね。はい一挙動1、2、はいはいはい回って下ろしながら逆突き1、2、3、はい回ってはい回し蹴り、はい自由に構えて2、はい、しっかり足首を締めますが、はい抱え込んでいただいて、はいこの抱え込みのこの角度ですね、はいちょっと横を向いていただいて、はいこの角度が大事ですね。適当に足首がこう上に向かないようにですね締めながら、で横にしっかり腹筋を使って抱え込みます。そして回し蹴りを行ってください。締めながら、はいこの位置に持ってきます。そしてはい下ろします。はい上げて、はいはいいい、はいぐーっと引き足を取りながら、はいで下ろします。はい戻って、はい2、はい3、はいはい回って、はい回し蹴り逆突き1、はい、十分に腰を入れて、しっかり入れてから、はいで構えます。はい2、入れ込んで逆突き3、そうですね、はい回って、はいこの時はですね、回し蹴りをしながら腰が十分に入れ込んで、次に逆突きを行うということが大事ですので、十分に、はい、回し蹴りを蹴った時は腰を入れて、はいはい、ここから引き足を取りながら、はい、腰の回転を使って逆突きを行うということが大切です。はいはい、はい、最後に後ろ蹴り、はいちょっとゆっくり蹴っていただいて、はい1、はい後ろ蹴りはこのバランスが大事ですね。そして顔の位置、肩口から後ろ方向を蹴る方向を見てください。はいそしてはい引き足を取りながら下ろします。よろしいですか。はい元に戻って、はい1、そうですね、かかとが少しでも上に向くということが大事ですね。そうしないとこう横蹴りのような形になりますんで、必ず
かかとが上を向いて蹴ってください。はい、2、はい、3、はい、待って、後ろ蹴り、逆突き、1、しっかり入れ込んでから逆突きをして戻します。2、はい、3、はい、直って、はい、やめ。それでは移動基本の応用を行います。スピードと決めの速さ、立ち方の連続の速さを、主に行います。それでは、はい、よーい、はい、下段バレー構えて、まず最初に追い突き1本を、連続で2回行います。はい、1、はい、この時は一旦立ち方を決めて早く、落ちやすい欠点としては歩くような形にはならないようにしてください。はい、もう一度、はい、ニッ、はい、下がります。1、一旦決めて早くですね、素早く行ってください。ニッ、はい、次に3本、3本突きを3回行います。連続で、はい、はい、力を入れる抜く、この連続が大事なんですね。力を入れっぱなしになりますと次の動作が遅いんですね。したがってついたで早く行くことで、次の動作を素早く行うことができます。はい、下がります。はい、連続3回、はい、はい、今楽に構えてください。はい、もう一度、はい、ちょっと下がっていただいて、はい、いいですか。はい、下段バレー構えて、はい、体の伸縮ですね、また力の強弱、まあ、そういった体の使い方が大事なんですね。はい、もう一度構えていただいて、今はリラックスするということが大事です。動く瞬間いかに力を早く入れるかということがポイントです。はい、連続、はい、はい、その時の立ち方も大事ですね。ついた瞬間はシェーッと後ろ足を伸ばすという、これがポイントですので、これを崩さないで行ってください。はい、下がります。はい、はい、はい、次に、上げ受け逆突きを連続で行います。下段バレー構えて、まずは2回、はい、そうですね、半身正面の連続性が大事ですから、いかに半身正面の腰の回転をしっかり使って次に早く行うかということが大事なんですね。中途半端に腰が入らないで次に行かないようにしてください。はい、もう一度、はい、はい、下がります。構えも大事ですね。構えがしっかり添えてるかどうか、これがいい加減にこうならないように所定の位置にしっかり構えてください。はい、形だけで今は力を抜いてください。フォームを崩さない、力まないということが大事ですね。はい、出してますが楽に構えるということがコツです。3回行います。はい。
中途半端に腰が入らない、入れ切って次に動くということがポイントですので、半身正面を必ず正確に行ってください。はい、はい、元の位置に戻っていただいて、はい、蹴りを行いましょう。はい、下段バレ構えて前蹴り追い突きを3回行います。前蹴り追い突きを3回行います。はい、早く、はい、はい、今のような形で行う場合ですね、はい、ちょっと反対構えて左足前、必ず蹴って降りる、この足がですね、もう次にこう、動かないように、必ず蹴った、はい、立ち方を決めて、はい、次に行うという、まあ、これが大事ですので、そこをポイントをよく頭に入れて、はい、蹴って伸ばす、蹴って伸ばすということがポイントですね。はい、はい、元の位置に戻ってください。はい、下段払い回って、はい、はい、はい、回って、はい、やめ。それでは次に関空台を行います。関空台という方は、オーソドックスな方で、そしてかつ基本を凝縮した方でもあります。突きあり蹴りあり、また横蹴り、そして立ち方も前屈後屈騎馬立ち、そして、ジャンプがあり伏せがありというように、運動量の非常に多い方でありますので、無駄な力を入れずに、そして、緩急をしっかり使ってですね、素早く動く、まあ、そういうイメージを持ってやってもらいたいと思います。それでは関空台を行います。関空台、
えいやめ、最初の構えから次に、はい、後屈の四頭胸、後屈立ちになりながら背周系、この時に膝の力を抜いて、上半身柔らかくですね、左右に使いながら受けるというようにしてください。はい、1、2、はい、肩の力、肘の力を抜いてスナップを使うということですね。下から上に、斜め上にというように、技を使ってもらいます。はい、次に、はい、ゆっくりせり上がりながら構えます。はい、腰でついて腰で受ける。はい、2、3。はい、次にまさに構えから腰でついて腰で受けるという動作を行ってください。はい、はい、次に足を引き寄せながら素早く構えて蹴上げとともに、はい、2、3。後屈して OK。 はい、し、次、はい、おお、おお、抜きて、はい、必ずですね、どうしても高くなりやすいですね。はい、溝打ちの高さをキープしてください。はい、次に、振り向きざまに、打ちを行います。はい、続けてどうぞ。ゆっくりですね、この構えですね。はい、もう一度、はい、構えて、はい、1、はい、はい、この技は少し体をグッと、そうですね、はい、右肩を入れてください。蹴り足の引き足とともに方向転換、2、3。はい、次にゆっくりせり上がりながら、はい、そうですね、構えます。はい、素早く蹴上げですね。はい、どうぞ。はい、次ですね、はい、脇腹を通りながら裏突きします。はい、その時に膝を素早く抱え込んで瞬間伏せます。はい、どうぞ。はい、もう一度、はい、騎馬立ちになって、こう入る手前からですね、はい、はい、騎馬立ちで受けました。はい、次に、はい、構えをしっかり、はい、持って、はい、ついて瞬間素早く上段に受けます。はい、はい、ゆっくり運足を使いながら、はい、構えます。はい、にゆっくりスーッと構えます。はい、次ですが、はい、向こう向いて、はい、必ず一本ジャンプしながら左足を蹴ってください。そして二本目も蹴ります。これが二段蹴りなんですね。ちょっと一回やってもらえますか。はい、どうぞ。はい、いいですね。はい、もう一度、よくある落ちりやすい欠点は膝を上げて2本目に蹴るっていう人が多いんですね。ちょっとそれをやってもらえますか。はい、はい、これは間違いです。
はい、膝を上げながら蹴る、これは飛び蹴り、ここは二段蹴りですから、二段蹴りというのはジャンプしながら2回蹴る、これがあの二段蹴りです。はい、もう一度やってもらえますか。はい、このようにして、技を使ってください。はい、それでは元に戻って、はい、この位置から、はい、最後までどうぞ。はい、関係ない。ハンクダイ、you
関係ない。それでは延比という型を行います。この延比という型は、俊敏な動きが特徴です。しゃがんで、受ける、そして、上げ突きを持って前に飛び込みながら大きく踏み込むというような形、そして最後に、高く飛び上がりながらジャンプというような、自分の身を軽く使ってそして素早く動く、まあ、これが特徴な方です。それではやっていただきましょう。はい、やめ。はい、それでは、最初の動きから入りましょう。はい、構えました。はい、こっから下段に、受けるわけですが、いっぺんに自分の体重をガン落とす、まあ、そういう勢いを使って、はい、受けます。はい、1、はい、この時にですね、あまりこう大きくならずに、はい、まあ、このような形のポジションがいいと思うんですね。はい。
そして一気に下から下から引き上げます。はい、2、はい、3、はい、次に、騎馬立ちになるんですが、ポイントとしては今、前後の幅はありません。したがって一線上の構えの中で次の騎馬立ちの動作に移ってください。はい、2、はい、そうですね。はい、もう一度ここから下段払い。はい、この時には腰の力を持って鍵付きを行います。手だけにならずに腰の動きを持って騎馬立ちの形になります。はい、どうぞ。はい、次、はい、3、4、はい、この下段腹、はい、もう一度、はい、上げ突きを行いますが、体は逆半身、この逆半身のこの体の使い方を持って上げ突きを行います。はい、そういうことですから、体全体を使って上げ突きを行うということですね。はい、イエイ、はい、で高くならずに、はい、膝を高く軸足を一気に伸ばして前に腰を押し出します。はい、3、はい、この時の交差立ち、はい、しっかり、そうですね、膝を締めて交差の足首をしっかり使ってください。はい、3、はい、ここで一気に体を下段に伸ばします。はい、4、はい、続けてください。はい、今のところの技の使い方を説明します。はい、手と足の動作が同時ということが基本なんですね。大変難しい、技の使い方ですが、右足に重心を乗せながら、はい、ゆっくり、はい、そうですね、ゆっくり円を描くように足を振り上げてください。はい、次は高くならずに、はい、腰の位置を上下せずに、はい、打ち込みます。はい、ここがポイントですね。はい、3、はい、続けてください。はい、やめ、はい、じゃあ上げ突きから、はい、もう一度下がって上げ突きから、はい、十分に体を使って、はい、後屈1、腰のキレで前に、はい、腰の動きが先に立って、はい、閉塞になります。で、はい、腰の動きを使って、はい、後屈一受け、はい、逆突き、はい、一受け、はい、続けてください。はい、もう一度下段払いから、しっかりこれは下からあてがうように回してください。下からあてがう、はい、いい、そうですね、肩より高くならない、肩の線に合わす、手首をしっかり曲げ切ってください。曲げないとこういう形になりますのでね、しっかり曲げ切ってください。はい、はい、どうぞ。はい、上下に使います。はい、膝頭が外に出て前に行かないということですね。
膝頭はこの親指の線に沿って、はい、いい、そう、締めながら、そうですね、ゆっくりと分速を使います。はいはい、もう一度。次は後屈立ちです。はい、1、後屈、はい、しっかり、そうですね、つま先をまっすぐにして、はい、2、不動立ち、股関節をしっかり落として立ち方をしっかり決めてください。はい、次にジャンプ、抱え込みですね、あぐらをかくようにしっかり抱え込みます。はい、いいやめ。遠平。
それでは次に運数という型を行います。この運数という型は、型の3要素、技の緩急、力の強弱、体の伸縮、こういった技の使い方が凝縮された型であります。ジャンプがあり、伏せて蹴りがありというような体を大きく使って、そして身軽に素早く、大変、目まぐるしくスピード感ある方であります。それでは運数をやっていただきます。よっしゃ、はい。それでは、最初の動きから始めましょう。はい。最初の動きですが、はい、用意の姿勢から、はい、下から上にというイメージですね。はい。そして、はい、左右に、はい、腕を伸ばしていきます。この時にしっかり立てた手首、縦四頭ですね、この作りをしっかり持って構えてください。はい、次に猫足、はい、2位、はい、蹴頭受けから、はい、一本拳で、はい、抜き手に入ります。はい、その時にしっかり猫足立ちが崩れないように、はい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 、しっかりこの軸足の締めですね、これがないとやはりこう重心がぶれますので、片足に重心をかける中でしっかりした軸足の作りを意識して立ってください。はい、次に、この角度ですが、やはり肘は脇腹の中に収めて、はい、手が外という形で構えるのがいいでしょう。はい、それでは次に四方突き、はい、はい、はい、基本的には、どうしてもこう振る中でこう手首が、寝てしまう、寝ないようにですね、しっかり立てるというのは基本なので、はい、そこを、はい、1、しっかり立てます。立てて、はい、突き、はい、2、立てて突き、はい、しっかりこうスナップを使って手首を縦四頭に持っていってください。3、そうですね、はい、4、そういう形ですね。はい、続けてどうぞ。はい、用意、もう一度構えて用意、はい、斜め前に滑り込みながら回し蹴りというふうな型です。はい、1という形で、はい、相手の技をかわしながらというような形で回し蹴りをします。はい、収めながら、はい、次に手を必ず入れ替えます。はい、入れ替えながら、はい、突くという、蹴るという形ですね。はい、ここがポイントですから、しっかり間違わないでください。はい、どうぞ。はい、じゃあ次から、はい、
はい、それでは、はい、起き上がりながら構えてください。はい、起き上がりながら、はい、1、はい、この形ですね。これをしっかり作るということですね。はい、そこから、はい、ゆっくり手足が同時に、はい、もう一回、右足、右手、この動きが同時にスーッと技を使うようにしてください。はい、そうですね。はい、ここがポイントですね。はい、しっかり手首を立てる。はい、次に腰の動きと同時に運足を使います。はい、2、引きつけながら必ず平足に構えるということが大切ですね。はい、もう一度。はい、腰の引きつけ回転に合わせて手を構える。はい、1、そう、はい、2、はい、これを連続で、はい、もう一度騎馬立ちから行ってください。はい、どうぞ。はい、はい、止まりました。はい、次ですね、蹴りながら連続で受けて逆突き。はい、どうぞ。はい、もう一度。引き足を取りながら方向転換です。この技は大変難しい技で、蹴ったこの膝の位置がですね、下がらない、膝を抱え込みながら方向転換、ここがポイントです。はい、どうぞ。はい、はい、続けてください。ゆっくり手を持ってきながら素早く、はい、縦四頭から、はい、はい、やめ、はい、はい、ここはですね、はい、最初の、はい、構えから、はい、ゆっくり手が出しながら、手を出しながら重心を前足にかけながら止まるんじゃなくて、止まるか止まらないタイミングで入り込む、ここがポイントですね。はい、どうぞ。重心をかけといて素早く、はい、次腰のキレを使って連続動作。はい、はい、次ゆっくり緩急を使って、はい、受けて決めます。このポイントがしっかり、次はこの空間の、この肘の腕の空間、ここに膝を抱え込みながら蹴込みで打ち込んでいきます。はい、もう一度。この手が離れないということですね。手掌をこのくっつけたままですね、このまま抱え込むということですね。はい、どうぞ。はい、続けてください。はい、もう一度。はい、追い突きから、このポイントは腰のキレを使って、はい、騎馬立ちになります。はい、もう一回。この腰の使い方はしっかり溜めて腰を切る、そういうイメージで、はい、はい、はい、引き手をしっかり肘を引くという感じですね。はい、はい、2、3、腰のキレ、はい、4、5、はい、最後までどうぞ。は
いいやめ、はい、このポイントですが、はい、足の振り上げとともに、高く腰を浮かしてジャンプ、このタイミングが非常に難しいんですが、脚力を使いながら自分の体を、はい、ちょっとゆっくりやって、はい、持ち上げながら、そして体を縮めるっていう、そういうイメージでジャンプしてください。体を、膝を上げながら自分の体を縮める、そういったイメージでジャンプをしてください。はい、どうぞ。はい、続けてください。はい、ここの最後のポイントになるんですが、正面から見ますと、はい、ちょっとジャンプをしました。はい、次に、はい、一で受け、これは最初の受けの段階で落としてこの構えになりますね。こっから右手は下から上、左手は上から下という形で手を使ってください。はい、絞りながら開いていく状態ですね。はい、そして手首がこういうふうに伸びないということですね。必ず手掌を持って手首を曲げる、そして、はい、落としながら、はい、もう一度前に行った時は左手が上で右手が下、はい、ここから、はい、絞りながら開いていく、はい、ここがポイントです。で、肘が体から離れない、また肘が開かない、肘と脇腹は常に密着しながら前に出していくというのがポイントです。はい、次に、はい、最後に、はい、なりましたね、形最後にね、はい、上げ受け逆突きですが、しっかりここは体を反転させながら、はい、必ずこの手は添えるということですね。はい、そこから、はい、腰のキレ引きて、はい、もう一度、はい、そこがポイントですので、体をひねりながら、はい、一、はい、はい、そこから引きて、そうですね、で逆突き、はい、それを、はい、最後もう一度一挙動で、はい、やめ、うっせえ。
うるせえ。